歌の駅は京都府京都市う京区歌の長尾町にある京福電気鉄道北野線の駅。駅ナンバリングは B4、高尾口駅時代の駅名表。下には使用されていた頃のラインカラーや駅ナンバリングも見える。開業時の駅名は高尾口駅で、当地が駅北西にある京商地高尾への玄関口にあたる地であることに由来する。かつての駅名表には、 旧金使いに乗っ取りひらがなで、高尾、ぐチと表記されていたのが特徴。ちなみに、ローマ字表記は、高尾ぐチとなっていたが、近隣にある一部の観光案内図には、テイクアワグッチと表記されているものもあった。ホームの様子。情景駅情報画像と反対側から望む現在の駅の各種掲示。ラインカラーの青で統一されている。写真パネル。 乱電界隈一も見える。千鳥式二面一線ホームを持つ地上駅。片平の辻方面行きホームには東側のみに一箇所、北の白梅町方面行きホームには二箇所に出入り口がある。北の白梅町方面行きホームの向かい側にかつて行き違い設備があったことを忍ばせる苔むしたホーム跡がある。戦後は長らく北側ホームのみであったが、1982年の 車両のワンマン式化に際し、現在の片平の辻木ホームが、新たに後付けで設けられた。当駅と隣の成武駅との間では、線路の両脇にソメイヨシノが植えられ、桜並木となっており、蘭ン桜のトンネルと呼ばれている。その他、寺院多数。ABCK で放送された土曜ワイド劇場、京都殺人案内には、劇中で、 元川刑事の自宅の最寄り駅という設定で登場し、ロケが行われたことがある。2018年4月上映のママレードボーイのロケ地としても使用された。ありがとうございます。